どうもこんにちは、ズラタメズンブルー。今日はですね、こちら、はい、このみかんを思いっきり沸騰させてみましょう。本物です。これがこちら、それがこちらか、これがこちらってどういう意味だよ。言って、自分を叩いてバカだ俺は。元からバカだけど。まあ、だっけね。ということで、僕は考えたんですよ。みかん、この中に入れる。多分、やばくなる。こたつの中で入れたらやばくなりますよね、皆さん。みかんは。そして、うまくなりますよね。で、もっと集める。集めるっていうか、温める。水は100度で、沸騰する。で、沸騰して、また、それから30秒後ぐらいに入れる。あ、もう沸騰し始めです。そしたらもう、究極にやばくなると思います、僕。僕的には。なので、皮ごと食べれるかなと思ったんです。そこでですけど。どう思いますか、皆さん。あっちい！空中もあっちいし。みかんで混ぜ混ぜ。なんか浮いてるでしょ。そうです。チョコが浮いてるんです。チョコが取れなくなったんです。ラン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 ひーばあちゃん誘ったけど来ないだった。周りを混ぜる。そしたら、はい、熱が曇らない、まあ固まらないですね。偏ったりしないです。まあ下から熱は来るんで、ほとんどが、そして下からを、それを混ぜればまあなんとかなるでしょう。水も回転して、ちょっと裏返しましょう。もう沸騰してるんですよ、混ぜなかったら。ほら、なので混ぜながら、土曜プレミアムなんかなとか言いながらもこれを集中する。ほら、混ぜなかったらこうなるんですよ。混ぜたら他の冷たいところまで、あ、行くんで、その分沸騰しなくなります。もう限界か。全部が100度以上になりました、これで。なのであと10秒。どうなるんでしょう、これ。パンパンに膨れてるんだけど、やばくならないんだけど。ちょっと待って。大西さん。すいません。切ります。切ったらほら、沸騰しないんですよ。は？みかんから泡出てきました、今。結果的に、沸騰したお湯にみかんを入れると、みかんから泡が出てくるということで、どうでしょう。
めっちゃ真面目になってるんだけど。実験か、これは。実験だな。いいね、いいね。いいよ、いいよ。あ、ちょちょちょ、今度ポップコーンやります。ポップコーン。あちゃ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 、切って、ほらほら泡が出てきてるよ。やべ、あ、なんかめっちゃ変になってるんだけど。やばい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 、熱湯流したらいかんとだった。皆さん来てください。今日のご飯はみかんです。なんちゅう話あるか。よいしょ。はい、できたのがこちら。あっち、おおおお、ああやばい、大丈夫。熱い熱い熱い、なんでこんな熱いの。君、君なんでこ、匂い、まず匂い、やばい、まず匂いですね。あーち、めっちゃ苦い匂いがする。皮ごと食べれんのこれ。まあ食べますよ、そりゃ食べますよ。まず冷やしましょう。これで、これで冷やしたら汚くなるわ。空中がこれ冷えてるんで、こうやって。よし、みかんの皮を剥いていこうと思います。熱い熱い、ほんと熱い。おおお、つる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 、あっち。さっきよりはだいぶいいけど、すげえ皮が。まず皮いただきます。食えるかどうか。これで、苦い、そりゃそうはなるわなっていう感じですけど、第1位。あちゃ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 ーだー、剥いた皮が熱いからな、これ。見えるか。おし、できた。皆さんこちらできまして、さあこちら。あ、あんま熱くないですね、もう。おお、匂いはちょっと苦い香りするわ、これ。もしかしてこれみかんの皮の味がこれ移ったんでしょうか。いやが、うまい、オランジーナ、え、ほんとうまい。え、なんでこんなうまいの。うまい、みんなさん、ほんとですよこれ。まあ、うん、うまい、うまいです。
ればよかった。ガチめにうまいんだけど。じゃあこれであります。バイバイです。バイバイ。宇宙戦艦ヤマト、パパ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 、宇宙の彼方イスカンダルへ、運命背負い今飛び立つ、必ずここへ帰ってくると、手を振る人に笑顔で答え、あ、宇宙の彼方いつかなるへ、運命背負い今飛び立つ。これまた一番言ったよ、間違えた。元気で皆さん、バイバイです。誰ですかこのハゲ、カツラみたいなこのハゲです。バイバイ。